こんにちは。川田です。朝会始めます。2月12日、月曜バージョンです。このコーナーでは、米国株式投資に役立つ情報をいろいろご紹介します。えー、っと、それで、えー、っと、マーケット冒頭ね。で、n i 買い終えたんですよね。もちろん、というようなことでやってみたいと思います。えー、人生豊かという、まあ、これはズーム上のですね、まあ、あの、集まりなんですよね。毎週土曜日の9時からやっております。無料です。よろしく。それから、これは有料なんですけども、 プロフェッショナルの方に朝練、えー、と,ということで、月、水、金に、えー、マーケットの読み合わせと日経の読み方をみんなで議論しております。それからメルマがやってます。メディアはですね、まあ、一段落しまして、次が2月21日がストボ、2月,、えー、2月中はですね日経 CNBC に、私も大倉さんもですね、この下旬に出ます。 それから、これは1月23日にあったマネックスセミナーですけども、これのセミナーの時の動画がですね編集されてアップされてます。まあ、視聴回数なんか4万回ぐらいになってましたですね、まあ、私にしてはすごいんじゃないかなと思うんですけども、他の方に比べれば、まあ、桁が一つ少ないかなというようなことです。で、この時にですね、SP500 かオ、オルカンか、全米株式ですね、まあ、SP500 に決まってるじゃないということを言ってるんですけども、現実はですね、この オールカントリーっていうんですかこれに資金がたくさん流れ込んでるようですいうこと聞かんね、はい、それからこれが SP500 の対数グラフそれから主要指数ですけども SP500 のが新値 NASDAQ も新値半導体指数も新値ということで、まあ、見るべきはですね2月になってから、まあ、DAO は1.4%のプラスですけどもこういうハイテクの指数それから NASDAQ のソックスはですね 冒頭してるんですよねでここの2月だけじゃなくて、11月からですねとんでもないことになっているということなんです。こんなこともあっていいんでしょうかというようなことですね。で、セクター別、それからスタイル別ではですね、なんといってもやっぱりグロースがよく上がってるんですよね、バリューよりも。それからセクターではどうでしょうまあ、押しなべて、やっぱりハイテク、テクノロジーですよね。エネルギーはどうですかやっぱりダメでしょまあ,あの、でもそれよりダメなのもある、生活必需品ですか。 それかから、えー、公益なんかもダメですよねでこれが2022年といいますからおととしですかの年初からなんですけども、まあ、見るべきはです、ね、おととしの10月から4割上がって昨年の10月から22%上がってるということでしょうかで、えっと、均等荷重と時価総額、まあえっとまあ、均等荷重の方が追い上げるかのように見えるたんですけども結果的にはですね 現時点ではですね、やっぱりこの時価総額ウェイトの上げ方がですね、上がり方がですね、極めて激しいということです。それからボラティリティ指数この12.92っていうのは非常に低いんですけども、えー、今決算出てましてですね、決算のもとの ごとにです、ね、ここの株価はですね、随分上下してるんですよね、特に上方、上の方にですに、ね、ぶっ飛んでるものがありますよね。で、えー、本来ならばです、ね、もうちょっとボラティリティ上がらないとダメなのに、そうでもないと、まあ、でもこれはです、ねえー、今後、まあ、非常に懸念すべき、確かにそうなんですよね、ボラティリティがあんまり低くなると、その後どういうわけかですね、まああの、ボラティリティが上がってマーケットが下がるのか、マーケットが下がってボラティリティが上がるのかという繰り返しなんですよね。 でこれは半導体指数、過去5年で、まあ、新値切ってます。そ,して,そしてこれは SMH、ソックス指数じゃないんですけども、SMH っていうこの ETF の中身ですね、まあ、NVIDIA これは年初から43%、45%でしたっけ上げてるんですよね。それからブロードコム、それから AMD と,というような銘柄が続きます。それからこれ、半導体指数をナスダック100で割った相対的な 株価ですけど、相対指数ですけども、まあ、ここはですね0.25、まあ、要は若干、まあ、トレンドとしてはです、ね、半導体指数のほ、まあが余計に上がっているということを示しています。まあ、でもこれ、2022年からだとなんかこうボックス、21年からでもボックスのように見えますけども、まあ、でも半導体指数がこう上,上抜けてますよね。そのの前ははやっぱりこうだから上ががるはやっぱ半導体指数の方が特にあの NVIDIA とかですね、AMD とか、ああいうのがですね、あの牽引するんですよね。で、これはナスタック100です。これも新値すごい。ちょっと前まではこれを2021年の11月19日の16573を抜けるかどうかっていうのは、ずっと言ってたんですけども、まあ、で見ると、スコーンと抜けてる感じですよね。で、これが対数で見たナスタック100。そしてこれが1545ですから、東証に上場している円建てでのですね、 NASDAQ100 をトラックする ETF、まあ、これはもうまっすぐ対数で見ると直線に見えますよね。で、これが NASDAQ100、で、これがこう、で、えーと、これが VGT、これはハイテクの ETF ですよね。これもです、ねえーまあ、しっかりこう対数で上がってるんですよね。はい、対数的に上がってると。で、えーとまあ、これは VGT を、ね、999で割った、まあ、どっちが相対的に優位かということを示してるんですけども。 まあこの2016年からは VGT の方が有利ということになっているんですけども、まあ、ただ20年取ると、まあ、そんなに変わってないと、まあ、こうやって V になってますよね。で、えー、とこれは10年、2年、あの今、逆罪ですよね、まだ。で、過去2年で3回の景気後退が示唆されているということで、最初の予想は FRB がコロナ禍の後のインフレ率の急上昇に対応して、過度な引き締めを行ったという考えに基づいていたと。 で2度目はですね、えー、と昨年のですか、ね、4月、何月だっけ、年初だっけ、シリコンバレーバンクの破綻を受けて、景気後退が懸念された、この時は FRB が再び金融緩和策を問い、金融収,収縮の広がりを、えー、とあ食い止めたということですよね。で今回はですね、えー、とニューヨーク・コミュニティバンカ・バンク・コープ、これはこの1個だけの問題ではないかというふうに、まあ、マーケットは取ってるわけですね。 3度目は米学生ローンの返済が2023年に再開された時で、個人消費が落ち込むと考えられていたというような時に、まあ、あの逆財が激しくなって、景気後退が懸念されていたんですけども、今のところまだ全然、ものすごく強いですよね。これまた後で見ます。で、10年2年で、10年歳、4.175、それから2年歳が4.484。で、えー、10年3ヶ月もこんな感じ。で、10年3ヶ月、 そして次がです、ね、今週ですか、2月13日に CPI がありますよね。あと FMC は来週、じゃ来月の20日ですね。で、あとこれが CME のフェドウォッチですけれども、3月はもうリア利下げがないということで、もう決まってるかのような、まあ、8割方以上ですね。で、これが5月に,だにはですね、これがえっとまだステイするというのも、まだ4割ぐらいありますから、まあ、あの下がるとは言えない。 まあファンダメデータ見ながらなんでしょうけどね。で、えー、っとこの年内、えー、年末はですね、えー、っと今5.50が誘導レート上限ですから、4回っていう、前までは5回とか6回とかって言ったのに、だんだん4回っていうのも、だん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 、こ,こうやってあの大きくなってきま、率が大きくなってまいりました。で、えー、10年の期待インフレ率が、まあ、これはあんまり変わらず。で、えー、っとこれは実質金利。 ここはもうちょっと上がってますけどね、はい、5年の実質金利も若干、心持ちということです。GDP n o w が8日に改定、改定っていうんですか、発表されたものではですね、前が4%だったんですけども、これが3.4%、これ、本当に強い、これで景気後退が来るんですかというようなことをなんですよね。で、これが30年の住宅ローン、これは、ね、少し上がってたんですけど、まあ、先週木曜日時点では少し下がってますかね。 ちょっと心持ちあの上がってたように、えーまあ、見えた時期が数1、1ヶ月ぐらいあるんですかね。ガソリン価格はです、ね、少し上がり気味に見えるんですけど、まあそうでもないですよね。はい、で、これがあのドル指数、えー、ブレントですね、ここはちょっと上がったんですけども、でも81ドルぐらい。それからこれがドルですね、銅、えー、ですね。で、これが主要指数ですけども、なんといってもソックスと、まあ、先週は小型株が少し上がったんですか。 1>, 1ヶ月。でもほら、は小型株は1ヶ月だともう、こんな感じですよね。まあ、出遅れっていうことですよね。年初来、ソックスが強いということです。過去1年でもソックスとナスタック100が強いということです。そして、これが、まあ、これは収穫指数のやつは後で見ます。セクター、まあ、こんな感じ。一般消費財サービス、資本財。B は資本財でしょ。えっと、それから、えっと、これが、B が、素材、素材ですね。ごめんなさい。B K がハイテク、RE が不動産ですよね。ヘルスケアときいます。I が資本材なんですね。失礼しました。そして過去1ヶ月ではハイテクが強い、コミュニケーションサービスが強いということです、ね。年初来でもこの2つ。まあ、年初来でこの2つで、まあ、SP500 を上回っているのはこの2つ指数しかなくなったんですよね。まあ、あのヘルスケアなんか、あのリディとかは、ね、強いんでしょうけども、他が SP500 に比べるとという。まあこれ ハイテクの指数がこれ引っ張っ張てるからでですよねでこれが過去1年で、これはグローバルと米国と見ますと、ですね見方はですね、まあ、日本はあの先週、ですね、えー、どこいった、ほぼドル建てでは変わらずですからで、えっと、昨年の10月27日の安値からは16.75%上がってまして、これはヨーロッパの主要国、まあ、フランス、ドイツよりはと一緒ぐらいなんですよね。 まあ、やっぱりアメリカの方が上がり方が激しいということで、これを、まあ、あのチャートで見たのがこういうことです。まあ、あの年初来で見ますとですね、えっと、SP500 がここにあって、ジャパンがあって、インドが2つここに主要指数があって、あとは大陸欧州があると。で、UK がここなんですよね。で、えー、っとこれがですね、えー、っとこれ、えー、年初からですかね、だと、まあ、日本は頑張ってますということです。これ,これは年初一緒なんじゃないかな。 あ一緒ですね失礼しましまたでこれが AII ・全米個人投資家協会、まあ、強気は強気のままなんですよね。そしてこれが大統領サイクル、今、任期の4年目に入っておりますので、まあ、期待はできますよと、まあ、今のところその通りになって、その通りになりすぎてるから怖いというような感じですよね。でえー、っともうすぐ、えーっと、今度は2月24日、共和党のサウスカロライナ、まあ、なんか本当にあのトランプさんで,です、ねまあ、なんか決まりみたいな勢いですけども。 あのニッキー・ヘイリーさんはまだ辞めない、辞、まあ、めないことに意義があるのかなというような、あいうふうにも見えますあの。バイデンさんについてはあのニュースで,です、ね、記憶力大丈夫かというようなことがあの何度もささやかれてまして、メディアでも出てまして、本人は大丈夫だっていうんですけども、まあ、こんなのはね、本人が言ってもということなんですけど、な、まあ、何かが意図があるのかですね、あとスーパーチューズデーじゃなくて、これが3月5日、ここで、まあ、体制が決まるということなんですよね。 で、あと、あの今、決算発表、まあ、6割型、自己総額だと6割7割とか出てるんじゃないですかね、あの、えー、SP500 の厚生企業の3分の2あ、ごめんなさい、6割型じゃなくて3分の2ですから67、67%のですね、決算が出揃ったということですで。前年同期比ではですね、あの9%増、1月1日時点の4.7%増を上回って、まあ、アメリカの場合は大体こんな感じですよね。で、えっと、これが2月、今今週10 二日の週ですよね。なのでえどかここら辺からですよね。はい。でまあ NVIDIA が二十一日です。バークシャー、ーブロードコムと続きまあこういうのがあります。でえっと二月六日時点で NVIDIA やマイクロソフトでいったメガセブン、M セブンを含め自家総額が一千億ドルって言いますから十五兆円ぐらいですかね。のアメリカ株っていうのは九十四銘柄あると。 でえー、っとこ,れこれら大型株の自家損額の合計は、23年末、えー、日で見ると1割程度増加している。で、一方、それ以下の、15兆円以下の銘柄はです、ね、自家損額の合計はほぼ増えていないというようなことなんです。これが一つ。あと、イールドスプレッド、駅周りですよね、分子に一、まあ、株利益で、分母に株価、SP500。で、それが駅周、ま、りですよね、の PER の逆数です。 そして、えー、あと長期金利、まあ、これは10年歳ですけども、これがですね、えー、と丸2年以来の,あの割高ということを示唆しているということです。で、まあ、ハズレアのですね、えー、JP モルガンのラ,ラコス・ブヤスがですね、えーまあ、不健全の度合いが増していると、まあ、まあ、こ,れこ,れここだけ見るとですね、負け犬の遠吠えみたいになるんですけどもね。で、えー、とこれ、あとイーライ・リリーの株価も上がってまして、自家総額。 ランキングではですね、18年末の37位から8位に急上昇ということです。これがあの、駅周りから米長期金利を引いた。ざっくり、どうですか ?1. 何今、駅周りが仮に PR が20倍だとすれば5%ですよね。で、10年生は先ほど見たように4.1とかですから、まあ,あ、予想利益にもよるんですけども、これを見るとざっくり 1. いくつなんですかねまあ、それくらい今、 割高ということですでこれはですね歴,歴史的に見ると、1985年からだと、ですね、まあ、昔はですねあの、配当利回りの方が高かったという時もあるんですけども、まあ、それが我々普通だと思ってたのかな。うん、ですけども、今はですね、えっとまあ、配当利回りが高かった、これマイナスだった、で今はですね、今このように、ですね、えっと、こ,のこんな感じです。 駅回りからじゅ十年債を引くと二パーセント割れてるはずなんですよねということです。これ配当これはですね利利回りでしてこれはですね今度はあの S P 五百の配当利回りからあの十年債の利回りを引くと今配当利回り一点六ぐらいじゃないかなそこからですね十年債の利回り引くとマイナス二パーセントぐらいになるということですね。うんそうですまあこんな感じになるんですかねはい。 であの時価総額上位で20社ですけども、まあ、マイクロソフト、アップル、まあ、アルファベットと続いて、エヌビディアがここに入ってまいりまして、ディディも、まあ、ここに食い込んできたということです。まあ、テスラが賃か少し停滞してますよねで、ブロードコムもすごくでかい、それからマスターカードとかですねホームデポ、メルク、まあ、こういうところがアメリカのリカ株式の時価総額上位にあります。で これは、ねえっと、SP500 が4000ポイントをクロッシングした、えー、2021年4月1日から5000ポイント、このつまり4000ポイントから5000ポイントまでのです、ね、上がり方の中で,です、ね、どの銘柄がどの程度寄与したかということで、まあ、一,番一番寄与したのは、えー、400%上がったということは5倍になったということですか、の NVIDIA がです、ねえーっとまあ、全体の13.9%引き上げた。 まあ次に引き上げたのはマイクロソフトで、次にアップル、グーグルと、こういうふうに来ますよね。まあ、だからやっぱりその、こういう銘柄で,です、ね、こうあの牽引してるわけなんで、いかにトップヘビー、ーつまり少数の銘柄で,です、ね、相場を牽引してるかこれ、これを危ない、危ないって言ってるわけですよね。うんまあまあ、でも、どこまで続くか分かんないし、危ないちって指くわえてみると、見てると、なんにも儲からないしということです。まあ、相場ってそんなもんじゃないですかね。 あのマイクロソフトの時価総額が3.1兆ドルで、これはですね SP500 のエネルギーセクター、1.6兆ドルのですね2倍近い、まあ、つまりえナスタええマイクロソフト、一銘柄で SP511 セクターの1つであるエネルギーセクターの2倍近い水準、一方、ですねこの 2, 2, 2つを比べると、キャッシュフローベースでは、マイクロソフトの年間のフリーキャッシュフローはですね、 まあざっくり670億ドルですから、まあ、1.150円かけるとです、ね、10兆円ぐらいになるんですかでエネルギーセクター、エクソンだとかシェブロンだとか、ですねこういうものをですね全部合わせてですね、えー、とやっぱり20兆円近くはあるんですけども、半分にも満たない。でえー、なのに、時価総額はその2倍近いというようなことなんですよね。でえー、ハイテクメーーのう まあ割高感というんですかね、自家総額に植える指名との大,大きさはですね、IT バブル以降ではもう最大になっていると、これ、ジョン・テンプルトンというイギリス人ですね、もう亡くなりましたけども、えー、っとまあ運用会社を作って、やってた人です。今、今フランクリンなんとかに買われてますよね。で、この人の名言で、強気祖母は皮下の中に生まれ海議の中で育ち、落観の中で熟成し、糖水の中で消えていくという有名な言葉ですよね。でえーまあえー、まあこれはもう っって言って言るわけで、すよねであと、テイラー・スウィフト、もうあの東京では公演終わったんですかで、なんかこ、こ現地、ラスベガスの日曜の夜に、これ、スーパーボールってあるんですかねで、そこに、えー、夜なのか昼なのかちょっと分かりませんけど、それに間に合うように、テイラー・スウィフト、パフォーミング・イン・東京、ビフォー・フライング・トゥ・ラスベガスって書いてますよね。で、えー、まあ、もう、もう飛行機の中なのか、着いたのか、ちょっと分かりません。 で、これがマイクロソフトで、これがエネルギーセクターのセクター ETF です。過去5年間見るとこんな感じ。だけども、過去、まあ、1986年でしたっけ、マイクロソフトの上場は。そこから見るとですね、たや、これ、もう桁がちょっと4000倍なのか4万倍なのかちょっと分かりませんけれども、えー、っと、4000倍かな。で、えー、一方、こっちはですね、えーまあ、40数年もってですね、<laughs> えっと、こんな感じですよね。 でこれが、えー、SP500 のセクター別のウェイティングですけども、情報技術、ここのですね、マイクロソフトはここの23%、つまり28%ある中の23%ですから、6%ぐらいになるんですかね、全体の。で一方ですね、えーと、エネルギーは4.2%かなー、5月時点では。まあ、これがあの昨年の5月からもっとこっちが情報技術が3割ぐらいになってるし、エネルギーはさえないしということで、それでさっき言った えっとこの2倍近い規模だということになるんだと思います。あと、だいあのバルドですけれども,もうや、まああの、カバーはです、ねえー、っと薬局チェーン、これは目柄はです、ねえー、っとウォルグリーンブーツアライアンスと CBS ヘルス、これあの、株価されないんですよね、なんでというようなことを、あの本当にあのうまく分析していると思います。 あと、配当株が妙味が増す。まあ、今までエネルギー含めてですね銀行もそんなに冴え,冴えませんでしたからね。だからこれから金利が下がっていくから、配当利回りで買えるものは妙味があるんじゃないかということです。あと、インタビューはですね仮想通貨のコインベースグローバルなんですよね。これも株価、あとで見ます。あと、人工知能をテーマにした ETF。これいくつか出てますけども、まあでも、あとで見ますけども、あの今年に入ってはいいんですけども、ちょっと長期だと、やっぱりあの、 な100にかなわなないんですよねかあと、SP500 が5000ポイントになったというようなことで、まあまあ、ちょっと強気すぎますよっていうようなことですよね。で、これは7番目もそういうことですよね。まあ、これは先ほど言ったですね、決算発表で出た銘柄の株価の動きの中央値が3.6%で、平均じゃないですよ、中央値が3.6%で、過去10年の中央値である2.7%を1ポ,ア 1, パ1ポイントも上回っていると。 これはあの、まあ、不確実な中で出たものがおおむね良かった。それに対するポジティブサプライズがでかいということですね。まあ、要は相場があの、マーケットが浮き足立ってるというような意味のことを言いたいんだと思うんですよね。あと9番はですね、えー、っとこれ大統領選挙と株価。今、経済はいいんだけども、それが追い風にならないというようなことがです、ね、非常に不思議だというようなことで、まあ、もっと、ね、根が深い分断、格差、それからなんていうんですかね、えー、いろんなもう、あの アメリカの置かれた立場の中で、経済を良くするだけでは、ですね、まあ、バイデン大統領、支持得られない、まん、あ、ですかあの、エネルギーがなさすぎるっていうような言い方をする人が多いんですよね、バイデン、じゃあ、トランプさんでいいのかというようなことなんですけども、まあ、5000万票前回です、ねえー、トランプさんに入れた人がいるわけで、その人たちはです、ね、何が何でもですねわしらのことに振り向いてくれというような、ぐ、ま、ず、あ、ってるというよったら失礼ですけども、そういうふうに,見えるのかにも見えますということです。 あとトヨタのことが出てました。トヨタは先,先週ですね、第三四半期の決算出て、本当にもう優等生中の優等生ということで、あのアメリカのコンペティター、フォードや GM とはですね、まあ、かなり違うと、まあ、株価はね、GM は確か良かったんですよ。けど。で、これがあの薬局チェーン、CVS とウォールグリーンですね。まあ、過去を2000年から取ってみても、ですね、CVS はまあこれ、リストラかなんかだっ,っけな、良かったんですけども、この、でも10年はです、ね、ダメですもんね。 でえー、っとこれがですね、えー、っと過去5年ですか、まあ、あのここ5年でもやっぱりだなんですよねで。ウォールグリーンはもうこんな感じで7割下がってますもんね。で、えー、っとこれは配当銘柄です。まあ、このいくつか ETF がありますので、まあ、でもおしなべてです、ね、国外に新興、えー、国を買うとか、それからアメリカ、カナダ以外の先進国を買うっていう、ですねこういう ETF はですねやっぱりさえないですよね、これ見てる、と ということで、これが今年になって、えっと、過去1年か。なんで、これが SP、これが、えっと、これが IEFA、なんだっけ ?IEFA、ICRS、e、CORE m、m c i EAFE、e。えっと、これはアメリカおよびカナダを除く先進国の大型および中型株で構成されていると。で、これ、VYM、これはアメリカの利回り株ですよね。私はあの、のこれを買ってる。 お客さんをまあよく知ってます。で、えっと、インベース、これは2020年の、えっと、21年4月の新規公開、こ,のこんな時300何十ドルあったけども、その後こんだけ下がって3くつから400、5倍になった、400%上がったんだけども、まあそれでもまあ半年以下ですよね。ということです。AI の半導体の ETF、まあ、いくつかあります。AIQ。 TECB、BOTZ、e C B B o T Z まあ、これはあのバランスでご確認いただければと思います。まあ、こうやって5年見るとですね、ナスダック100がここにいるんですよね。ただ、からだとですね、ナスダック100を上回るものもあるというようなことです。はい。はい、でドラフト金これはあのテーラースウィフトでですね、なんかやっぱりどっちが、あのなんかあのアメフト、NFL でしたっけ、あれで勝つかっていうなんか賭けがあるらしいですね。 ドラフトキングスのですね、えー、と株価はですねこれ急騰して、暴落して、今上がっていると、その間、ですね、えー、と経営陣が株をたくさん売っているというようなニュースです。えーとえー、今週、まあ、決算、引き続き出ますあ。長いことやっちゃった。ダウ、ナスダック、もうやめます。長すぎます。ということで、えー、今週もよろしくお願いします。月曜日休みなんですよね。まあ、ゆっくりしてくださいということなんですけども、私はなんかちょっとやろうかなと思ってます。 はい、どうも失礼しました。ありがとうございます。どうも